麻雀遊戯王。皆様こんにちは。迷える雀士の道しるべ、麻雀遊戯セラピーのお時間がやってまいりました。当セラピー受付のイーピックンです。よろしくお願いします。さあ、当セラピーには人に相談できないような悩みを抱えたプロ雀士の皆さんが救いを求めてやってまいります。そんな皆さんのお悩みを先生方に解消していただきましょう。ということで、本日のセラピスト、宮内梢先生と文吾葵先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。回を重ねるごとに上品にどんどん先生と、ね、相談に来たプロ雀士の方々の正気を吸い取ってどんどんと上品にいやいや、みんな笑顔で帰ってますいや、もう非常に評判でございます。本当に相談に来た皆さんはもう胸の使いが取れたとかすっきりしたとかまた来たいっておっしゃってますので、やっぱお二人の、ね、信頼は絶大なんだと思います。そのお力で本日も素敵なアドバイスしていただきたいと思います。さあ、それでは本日のクランケの方に見ていただきましょう。どうぞお入りください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、本日の悩めるクランケ、三浦桃子プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ三浦ありがとうございます。いや、いいですね、そういったところも素敵な三浦プロでございます。三浦桃子プロというとですね、文庫散歩にもねご登場いただいておりますし、文庫さんのね、あの麻雀大会とかもよく出ていらっしゃるという印象がありますので、文庫さんとはね非常に仲がいいっていうのは分かるんですが、宮内さんとは初対面になるんでしょうか。そうなんです。はい、初めまして。よろしく。でも私はよく見てます。あ、私もよく入ってますじゃあ会えてよかったですね。いや、そんな三浦桃子プロがですね、一体どんな悩みを持っているのかというのをちょっとお二人に相談していただきたいと思います。三浦プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ゲスト依頼をこう DM とかでお受けすることがあるんですけど、はい、それの待遇とか条件とかを教えてくれない場合、どんなんですかって聞くと、お任せしますみたいな来るんですよ。で、その相場もわからないし、そんなお任せされたら、私本当は500万とかがいいわけじゃないですか。本当のこと言うと500万本当は500万とかもらえるならですよ。大きくて500万って500万くれんだったら500万ですよ。そうそうそう、ね、けど、そんな言えないし、あと新人だからなんかそんな高値言ってもなんか調子乗ってるみたいな、あ、陰でね、なんかいくらいくらで提示してきたよみたいなね、そうって言われそうで、呼ばれないのも嫌だし、なんかでも安いのも嫌だし、安いのも生活があるから嫌だし、なんかどうしたらいいんだろう、そういう時みたいな。相場も知りたい。そのお店がこのゲスト1人にいくらを用意しているかとかも知らないわけですよ。だからちょうどいいラインもを知りたい。なんて言ったらいいのか、そういう時にですね、任された時にどういうふうに言えばいいのかと、これはなかなか難しい悩みな気がしますね。皆さん悩むんじゃないでしょうか。まあ、でもまだ新人だからね、なんかちょっと言いづらいっていうのもあるよね。言いづらい。もらえるなら500万欲しい。もらえるならですよ。でも私もその頃、これ1年目、1年目ぐらいの時はもう何でも来たら嬉しくて、なんか売れてる感あるじゃん、声かかると、はい、本当売れてる感好きだよね言いたいだけ、売れてる感あるからどんどん何でもさ受けて、やっちゃってたんだけど、私は結構麻雀界って人のつながりがすごく大事な世界だと思ってる そのもちろん自分で相場を決めてそれで行くのも大事なんだけど、私はお世話になった、昔自分が新人の時に大事にしてくれたところとかはどんなに安くても行く。じゃあちょっと思い当たるところはあります。ある、なんかあります。そういうところには、新人の時から自分を使ってくれてるお店は安くても、この値段で行きますって全然言っちゃう。いいですいいです、もうそれで行きます行きます、むしろ恩返しさせてくださいって、そういうとこ大事にしていくといろいろね、後々ね。ちなみに全く一緒。お、私その初めて行った時のゲスト料のまま据え置きで全部行ってる。自分のギャラが上がってももうそこはその時代からずっと呼んでくれてるからそれでいいです。だいたいなんか今みんな女流プロたちが失敗することなんだけど、要はどん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 さ、もちろん自分の知名度が上がるにつれていろんなお店のギャラも高くなってくるじゃん。やっぱ高いところに行きたいからそこだけにしてさ、最初お世話になったところに行かない子たちっていっぱいいるの、だいたいそういう女流プロ売れてない。これもう私、9割ぐらい売れてないと思ってる、そういう人たちは。じゃあ、そう、
こう条件をお任せしますって言われた時はもうじゃあ最初やっぱり謙虚に行くべきなんですね。そのこのぐらいの新人の私みたいなもんは、うん、私みたいなもんはもう謙虚な額を提示して待つと、うん、まだ1年目だもんね、うんうん、相場とかだから相場はやっぱ友達作んないと友達を作れば解決ですか。これ解決、あ、自分の相場が分かってないじゃん。分かんないですっていうのは多分友達がいないんだと思うんだよね。なるほど、傷つけないね。いや、しょうがないじゃん、まだ1年目だよ。まあ、確かに、うん、先輩とかはさ、分かんないからやっぱり今のこの相場とかも、うん、だんだんね、変わってきてますよね、うん、本当にね、変わってる、うん、なるほど、相対的に知ろうってことですね。他の人の価格を知ることで自分の価格を設定しよう、うん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 、そうですよね、絶対的に言われたら500万って言っちゃうんですもんね。そう、条件反射で、うん、そうですよね、うん、そうします、うん、じゃあ友達募集していいですか、あの気軽にね、あの私いくらで言ってるよっていう、ね、相場を言い合えるようなお友達を、はい、いらっしゃいました。ぜひ三浦さんの方にですね、ご連絡取っていただけたらと思います。よろしくお願いします、はい、さあ三浦さん、他にお悩みとかありますか。なんか、はい、狩猟が増えて止まらない、はい、狩猟、飲酒量、あ、お酒の量、狩猟ですね、がもう爆発的に増えちゃって最近、はいはい、で体も痛いし背中が痛くなってくるんですよ。やばい、それそう、やばいんですよね。やばい、でも止まらないんです。え、それはなんで増えたの。ストレスじゃないですか、やっぱりストレスなんですか。ストレス、そんなにストレスを抱えてる自覚はないんですけど、帰ったら手洗ってうがいして一番最初にするのがお酒を飲む。え、1日どれくらい飲むの。ちゃんと数えてないんですけど、こんくらいのウイスキーの瓶とかは、調子いいと2日とかだけます。調子いいと私飲まないから分かんないんですけど、それすごいですか。いや、それはね、やばいね。やばい、うん、え、だから半分なくなっちゃうってことでしょ、1日で。そうです、半分くらいなくなります。え、家で一人で飲んでるの。家で一人で飲んで、友達とじゃなくて。友達いない。ああだから、そのお酒を止める友達もいないってことですね。なるほどね。いや、それは本当に良くない。でも、繋がるじゃん。ん、友達作ればいい。あ、そうそうそう、止めてくれる。そうそう、止めてくれる友達。あ、え、その増えたきっかけとかはないの。元からお酒は好きだったんですけど、まあ、差し入れとかでいただくことも多くなったのと、前は結構一応その前からの友達とかがいて、うん、外に遊びに行ってアクティブな遊びとかもしたことはあったんですけど、最近毎日ゲストとか、まあ、麻雀のお仕事をしてめっちゃそれは楽しいし、うん、ありがたいんですけど、そうなると時間ない、夜遅いじゃないですか、うんうんうん、その遅い時間から友達と遊ぼうってならないから、家に帰ってするって言ったらやっぱ麻雀見ながらお酒飲むしかなくなったっていうんですか。やっぱ麻雀界は友達を作ろうだね、うんうん、時間帯が一緒だから、うん、あ、そうです、うん、いるでしょ。なんですか。同じランクの後輩いますね、はい、紹介してもらえばいいんだよ。ありがとうございます、よろしくお願いします。同じランクの友達を紹介する、うん、気が合いそうなで、条件出ました、ね、彼氏もいなくて夜暇な、あ、なんかコンビとして売り出す、そう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 、なんでユニット組もうとしたんですか、ね、そしたらそんなに友達といたらそんなガバガバ飲まないでしょ。その子も飲んだらガバガバっていっちゃいます。いっちゃうよね、飲まない系で、飲まない系で、飲まない系で、たしなむ系で、うん、そうですね。でゲスト料もさらけ出せる、うん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 、もう全部解決する、うん、で、あとあれですね、禁酒の日を作ってください。ちゃんとした先生、急にちゃんとした先生出てきた。週に1回、最低1回は、耐えられるかな。耐えられる。あもし耐えられなかったらまた聞いてください。まあ、わかりました。はい、はい、もうなんかアリ中のいや、本当に心配。三浦プロに関しては通院です。じゃ友達を作ったら全部解決。友達を作って、うん、うん、何曜日が一番飲まなくても平気そう。もう曜日決めよう。で飲み会がどうしてもその日に入っちゃったらその次の日禁酒。本当に無理なんですけど。え、本当にだって飲みたいんですもん。
自分に素直な方ですね。宮内先生のアドバイス聞けないの？すいません。そんな毎日飲んでたら死ぬよ。じゃあ月曜日決めた。OK。はい。じゃあミルプロは月曜日、ね、禁酒、はい、お酒飲まない。すごいやつ。飲まない。いつかこれがね感謝する日が来ますからね。うん、はい、今のままじゃ体も壊してしまいますし、あとはそのお酒の量に関しても、そのね相場に関しても相対的に知れるお友達を作ること。はい。はい。いうことを頑張っていただきたいと思います。はい、そこはぜひ文吾さんも紹介してあげてください。わかりました。はい。さあ、ということで本日も。対決ということでよろしいでしょうか、ミラプロ。はい、ありがとうございます。もやもやしたまま、もやもやもやすっきりしてないよ、全然。今までで一番あの突きつけられた感じ、いろいろ突きつけられた感じがありましたからね。はい、でもこれをね守れば必ず、うん、はい、いい方向に向かうと思いますので、はいはい、そんなミラプロをぜひ皆さんも応援していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、あとはミラプロですね、あのこの先もね見守っていきたいと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価もお願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。